1911年から使われている優勝トロフィー2007年の FA カップ決勝のスタジアム FA カップは1871年に創設されたイングランドで行われるサッカーのカップ戦である。FA はザ・フットボールアソシエーションの頭文字から世界で最も歴史があるサッカーの大会であり多くの国のカップ戦がこの大会をモデルにしている。プロ、アマに関係なく FA に登録しているすべてのクラブに参加資格がある。ホームアウェイ方式ではなく一発勝負で、どちらのホームでゲームを行うかも、抽選時に決定するため波乱が起きやすく、番狂わせも見どころの一つ。2019から20シーズンまでは、引き分けの場合、延長戦はなく、相手クラブのホームで再試合を行っていた。以前は、決着がつくまで何度もリプレイを行っていたが、 第2試合が引き分けた場合は延長戦及び PK 戦を行う。2020から21シーズンは新型コロナウイルス流行の影響により日程が圧迫されたことを受け再試合制は廃止された。準決勝以降の試合は中立地で行われる。準決勝は以前はマンチェスターとバーミンガムで行われていたが2008年以降は ロンドンのウェンブリースタジアムで開催されるようになった。そして決勝も同じくウェンブリースタジアムで開催される。2001年から2006年まではウェンブリーが改修工事中で使用不可であったため、決勝はウェールズのカーディフにあるミレニアムスタジアムが使用されていた。なお、準決勝と決勝は90分で決着がつかなかった。場合は延長戦及び PK 戦を行い勝敗を。 決勝はプレミアリーグ終了後最初の土曜日に行われるのが通例であるが2010から11シーズンはシーズン中の5月14日に行われた。これは UEFA チャンピオンズリーグ2010から11の決勝がウェンブリーで行われるため UEFA の規定で決勝の2週間前からウェンブリーが使用できなくなるため決勝戦は FA 総裁である イギリス王族が感染することが慣例となっている。通常、キックを踏まえセレモニーでは、出場選手と審判のみが、ピッチに入場して成立するが、FA カップ決勝戦では、FA 総裁らに挨拶のため、出場両クラブの監督も、選手と共に入場成立する。試合後の表彰式では、FA 総裁は、 準優勝クラブ各選手に準優勝メダルを優勝クラブ各選手に優勝メダル。最後にキャプテンに FA カップを授与する。優勝クラブには翌シーズンの UEFA ヨーロッパリーグ出場権が与えられる。なお、優勝クラブがプレミアリーグでの成績により UEFA チャンピオンズリーグの出場権を得ていた場合、ユルの出場権はプレミアリーグにおいて優秀、または ゆるの出場権を得ていない最上位クラブへ上される。公式マッチボールは2013年以降、ナイキが提供していたが、2018から2019シーズンからマイダーが提供している。A1923 年決勝は公式には観客数が126,047人と報告されているが、しかし実際の観客数は15万人から30万人の 間であったと思われている。B、新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置。ありがとうございます。